私たち動物は大好きなご主人と一緒にいることが何よりも幸せ。いつまでも一緒にいれることを願っているのです。ですが今日のお話は、突然ご主人と離れ離れになった猫、猫の切ない本音や猫たちを助けた優しい人に心が温まることでしょう。チキンと名付けられた猫はトニーさんの愛猫。二人はとっても仲良しで、のんびりと幸せな生活を送っていました。ところがそんな二人に突然悲劇が起きたのです。飼い主のトニーさんが心臓の発作を起こし病院へ運ばれました。彼は運ばれた当初 ICU で絶対安静の状態だったそうです。そんなトニーさんでしたが、数日後どうにか回復することができ、療養施設へ行くことになりました。そのためもう今までのようにチキンのお世話はできません。トニーさんはチキンの新しい飼い主を探すという苦渋の決断をしました。彼はとっても悲しかったことでしょう。以前のようにチキンと一緒に過ごしたかったことでしょう。しかしお世話ができなくてはチキンがかわいそうです。トニーさんは Facebook を利用してチキンの里親募集を開始しました。するとすぐにアマンダ・ハッサンさんという人がチキンを引き取ってくれたのです。ハッサンさんは前々から猫の里親を希望していました。チキンはとっても人懐っこくて可愛かったです。私はすぐにチキンに心を奪われ、すぐに正式に飼うことを決めましたとハッサンさんは言いました。チキンはやはり人間のことが大好きなようで、ハッサンさんともすぐ仲良しになれたようです。生活環境が突然変わってしまったチキンは元気な様子ですが、ハッサンさんには心配事がありました。チキンは毎日元気なのですが、きっとトニーさんと離れ離れになり寂しく思ってるのではないか。ハッサンさんはトニーさんと会わせてあげたいと思っていたのです。このことを思いついたハッサンさんは近所の人と相談して二人を会わせてあげることにしました。トニーさんがいる療養施設ではペットの出入りはもちろん禁止ですが、ハッサンさんたちは施設側に事情を話し許可を得ることができました。すごい、交渉してみるものですね。ゲージに入ったチキンはトニーさんの部屋に入ると最初は戸惑っていたようです。ところがゲージの中からトニーさんの顔を見るとすぐに反応して手を必死に伸ばしたチキン。その姿を見たハッサンさんはゲージの扉を開けると、チキンはまっすぐにトニーさんのもとへ走っていったのです。二人は抱きしめ合い嬉しさを分かち合いました。私は二人の再会を見てとても嬉しかったです。やっぱりチキンはトニーさんに会いたかったんですね。チキンを連れてきてよかったと思いました。こうして数日ぶりに再会できたチキンとトニーさん、きっとチキンに会えたことでトニーさんも元気が出て前向きな気持ちになれたことでしょう。もちろんチキンも嬉しかったと思います。今回のことで飼い主とペットの絆が分かりましたね。ハッサンさんはその後も定期的にチキンとトニーさんが再会できるように
施設側にお願いをしているそうです。いつかトニーさんがもう一度チキンと暮らせる日が来ることを願うばかりですね。優しいなあ、ハッサンさん。チキン、よかったですね。本当に嬉しそうな様子が伝わります。何よりも二人を会わせてあげたいと思ったハッサンさんのおかげですね。きっと時々会うことができるだけでもお互いの気持ちは違うと思います。二人が再び一緒に暮らせればいいですね。ご視聴いただきありがとうございました。また見てにゃんにゃん。